サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では尾崎さん、本日もよろしくお願いします。はい、はい、今日有識者話していきます。はい、ね、尾崎さんは無意識に有識者のふりをして一人でやりますんで、よろしくお願いします。じゃあ今日のテーマを。はい。で、本日のテーマはですね、はい、技術を伸ばすための指導法とはというテーマです。難しいな、またこれ。僕はね、はい、育成年代は、うん、やっぱ技術を優先させてきたのね。はい。で、名古屋府はね、キックに結構こだわってきた。おう。で、止める、蹴る、運ぶ。うん。ってあるじゃんね。ありますね。で、止める、蹴る、運ぶっていう3つの要素があって、うん。その、どこを優先するのっていう、はい。のがあって、蹴るのを優先しようって勝手に思ったんだろうね、当時はね。お、はい。で、よくよく子供に言ったのは、はい、あの人に出すって言って、うん、こうあの人に出す選択はこうイメージとしては最高の選択なんだけども、うん、出したらあっち行っちゃいました、こっち行っちゃいました、こんな悲しいことはないよねって子供によく言ってきた。はい。だからキックはしっかりしようね。うん。でも、こう、いつからかね、止められないと蹴られないなとか。確かに、ね。で、止めるっていうことをやってったら、止める場所とかってこう考えるようになってきたから、はい。止め方がまずかったら蹴る前に奪われちゃうなと、うん、はい。で、結局鶏が先か卵が先かな、うん、で運ぶことに特化をしているチームも実はあるよね、うん、はい。で、これは多分独立してるんよ、運ぶっていうのは。止める蹴る運ぶっていうのは3つの要素ってよくよく言うけども、はい、止めると蹴るは鶏が先か卵が先かって堂々巡りになるけど、うん、運ぶは独立してトレーニングできるんだよね、うん、でも運んだ先はパスかシュートしかないんだよ、うん、でしょう、はい。そうするとやっぱり運ぶことよりもそのキックにこだわった方がいいかなって、なんかそうやってキックをずっとやってきたような気がする。ああ、はい、うん。で、昨日じゃないな、前回まあ話したのは昨日だけども、うん、あの青森山田の黒田君が、うん、従来のベストイレブンでね、はい、何十年にもわたって年寄りも若手も、うん、全部ひっくるめて一緒にやったことがないんで何とも言えないですけどって言って11人選んだ中に、うん、名古屋市出身の大河内と小沢ってやつが2枚も入れていただいとったんだけど、はい、よくよくこの2人はキックうまかった。お、小沢はシュートがうまかった、はいはい、決定力がすごかった、うんうんうん、当時から。お、うん、大河内は泣かされるぐらい僕にキックの練習をさせられちゃった。っていうと、で、僕は思うには、亡くなっちゃったんだけど、ネルソン吉村っていう選手がいて、昔ね、日本人帰化第1号のブラジル人なんだけども、はい、もう今から二十数年、名古屋市がやり始めてすぐぐらいの時に、いろいろ交流をする機会があってね、はい、で僕よりちょっと年上なんだけども、はい、その
尾崎さんつって言って、僕が来た時、僕がっていうのはネルソンがブラジルから日本に来てヤンマーでやってたんだけども、うん、鎌本さんたちと、はい、その本当にこううまくなったと、うん、運ぶこととかトラップもうまくなった、うんうん、だけどね、キックはあまりうまくなってないって言ったのが相当インパクトっていうか印象が強くて、うん、今も思うんだけども、はい、リーガとかプレミア見た後に J リーグ見るとパスミス多いよ。ああ、はい。で、ロングミドルパスが、のクオリティも精度も若干じゃないぐらい低いよ。うん、はい。うん。そうするとキックってやっぱり大事だなって思った時期が結構あったね。うん、はい。だからネルソン、ああ、そういうことかって言って。こうボールを運んだり、ちょっとしたショートパスするのはいいけど、いわゆるキックっていう、ミドルグランダーのパスとか、うん、ね、ロングキックも含めて、キックはあまり良くねえなっていうのが昔あってね。はい。だから、技術をこう、伸ばすためにって言って、結局、目に見える技術、止める、蹴るっていうのは、うん、やっぱ、反復練習が多いわけですよ。うんうんうん、ね。だから、最近言ってたクローズとスキルとオープンスキルで言ったら、まず、その、物理的にしっかり蹴ることができるクローズドスキルでやって、うん、で、最終的にオープンで試合なんかで通用するための技術に発展させていかなくちゃいけないわけだから、うん、やっぱ時間はいるわけですよ。はい、うん。だから、そのさっきのね、山田で活躍した大河内とか、ね、小沢はね、うん、その瀬戸孝之もそうだけども、はい、プロになった選手っていうのは、結構キック、やらせてきたよね。だから、うちのあの、名産大のヘッドコーチの加藤がね、はい、まあ、名古屋市で僕に、ずいぶん細かくキックはやらされてきたやつがね、うん、はい、たまに名古屋市の現代の子供たちのトレーニングに行くと、やっぱ基本的なことができてないってわけ。お、うん、まあ、ここの中学生に来るぐらいまでにサッカーっていうのをこう小さい時から出くわして蹴ったりしている中で、こう5メーター、3メーターぐらいのパスが簡単に通ってしまうようなゲームをやってきただろうし、はい、ただクローズドのスキルとして、本当にきちっとしたこう面とか点とかフォームとか、うん、パススピードとか、ね、グランダーできちっとしたクオリティのボールが出せるとか出せないとかっていうところに、僕あんまりこだわってきてないと思う。うん、こだわってきてるチームはうまい、はい、こだわってきてないチームはこうパスは通るけれども、うん、もうちょっと上に行ったらそのクオリティではダメだよとか、あ、はい、うん、ちょっと下手なやつがいたら止められないよとか、うん、だから技術を伸ばすための指導法っていう言い方ではなくて、はい、今日のテーマはそれだったんだけども、うん、クローズドスキルとオープンスキルっていうのをこう融合させて、やっぱ物理的なところをもっと丁寧にしっかりやる、で当然オープンになって相手が出てきてしまえば、はい、より難しくなってたり慌てたり心理的なものもあるわけだから、クローズドでできなければオープンでできるはずもないからね、うん、そこのこうメリハリをしっかりできるだけ小さい年代でね、はい、うん、こうゲームをやらせながらスキルを身につけさせる時でも、うん、そのクオリティとか精度とかにもしっかり こうこだわって蹴ることができるように
止めることも止める場所とかね、そういうところに選手がアプローチするような声かけをしっかりしてあげるのが指導者の務めかな。うん、通ったから OK、 シュート入ったから OK っていう、まあお父さんお母さんにありがちな話だな。ああはい、うん、ナイスシュートね、ナイスパスって言って、うん、ね、よく見る光景じゃん。はい、だけどそこのパスの本質、シュートの本質をスキルのところに特化するんであれば、入ったけどちゃんと狙ったのかとか、はい、ね、まあそういうような意図的なシュートであるとかね、うん、意図的なパスであるとかね、はい、うん、通ったけどあんなドタバタじゃいけないとかね、わざわざ浮かす必要性があったのかとかね、うんうん、そういうところをこんなさりげなく何気なく子どもたちにこうアプローチができる、うん、そこの見極めは必要だと。うん、だって最終的にさ、サッカーってさ、相手が言うわけだから、はい、ね、パッと足出されてパーンと当たっちゃったらミスパスになっちゃうわけだ、はい、うん、そこを通すにはどうしたらいいかとか、うん、そうするとワンテンポをこう遅らせるとか早めるとか駆け引きをするとか、うん、ね、いろんな要素がこうプラスアルファプラスアルファになってくるから、うん、ベースのところだけはやっぱしっかりした上で、優先順位を間違えると通ったら OK ってなっちゃう、入ったから OK ってなっちゃう、はい、まあプライオリティをしっかり、見極めて指導させるという、うん、そんなところでどうでしょうかでも高橋なんかサッカーやってたからこの話聞くとなるほどなって思う部分があるでしょ、うん、ありますあります、うん、全然だったら OK だよ、はい、うん、だったらサッカーやってる指導者がこれもし聞いたとしてもね、はい、あのポケットに入れる人はピュッと入れてくれ、うん、ね、はい、そうそう3ポイントぐらい得するしはい、ということで今日このテーマをおしまいにします。はい、ありがとうございました。